富士野における仇討ちの場面、蘇我兄弟の仇討ちは、研究4年5月28日、源の頼朝が行った、富士野巻狩りの際に、蘇我助成と、蘇我時宗の兄弟が、父親の仇である、工藤助常を富士野に手打った事件。赤老子のち入りと伊賀越えの仇討ちに並ぶ、日本三大仇討ちの一つである。蘇我兄弟の仇討ちは、駿河国富士野、あず鏡は、 さらに、司祭に、富士の神のとしるすで発生した。同事件は、様々な分野に影響を与えた。1に、富士、2に、鷹の羽の打ち違い、3に名を成す伊賀のあだ打ちといった言葉にあるように、現在日本三大あだ打ちに数えられ、武士社会においては、あだ打ちの模範とされた。また、蘇我物語や江戸時代の教科書、富士の往来といった。 資料、芸能では、蘇我物を成立させた。近代には、教科書にも採用され、尋常小学校の教科書に、蘇我物語の要約高等小学校の教科書や、高等女学校の国語特本にのを、こそで蘇我が掲載されるなどしている。一方 GHQ による検閲であだ打ち物は、忌避されたため、一般への認知に影響を与えたと指摘される。 蘇我兄弟のあだうちは、藤の巻狩りの際に、藤の神屋にて発生した。あずま鏡によると、源の頼朝は研究四年五月十五日に、藤野のご旅館に入り、同十六日には、藤屋で狩りを模様している。事件は、同二十八日に起きた。あ明ま明28日上には、蘇我重郎助なり、道五郎、時宗、藤野の神野のご旅館に、 水産いたし、工藤左衛門の城スケツネを殺戮すとあり、蘇我兄弟は、藤野の神野のご旅館に押しかけて、工藤スケツネを撃った。この時酒の相手をしていた、大党内も撃たれた。そばにいたて、腰塾と木瀬川宿の遊女は悲鳴を上げ、この一大事に現場は、大混乱となった。平子悠長、愛子末高、吉川友賢。 加藤光、運野美幸氏、岡部屋三郎、岡部清恵堀東田、薄木八郎といった武将らは傷を負った。また宇田五郎も兄弟に撃たれ、十郎は、新田忠常と対峙した際に撃たれた。弟の時宗は、源の頼朝めがけて走り、頼朝はこれを迎え撃とうと刀を取ったが、大友義直がこれを押しとどめた。この間に時宗は取り押さえられ、 大江小平次が預かることで事態が落ち着くこととなった。その後、和田義盛と、梶原景時が検視を行った。あだちの翌日である29日に頼朝は、五郎の尋問を行い、有力御家人らがそれに同席し、その他多くの者も,も軍産した。尋問を終えた頼朝は、五郎の勇士から有名を提案するが、 スケツネの子である犬ふさまるの訴えにより同日教主された。三十日には同事件が北条政子に飛脚で知らされ、また兄弟が母へ送った手紙が召し出され、頼朝が目を通している。頼朝は手紙の内容に関類し、手紙類の保存を命じた。六月一日には虎をはじめとする多くの人物に対して聴取が行われ、 虎は方面にされている。六月七日に頼朝は、鎌倉に向けて出発し、富士野を後にした。この時頼朝は、蘇我僧の年貢を免除することを決定し、また、蘇我兄弟の母代を弔うよう命じた。以下の経緯は主に、蘇我物語による。武勇見立て十二支、蘇我五郎馬、歌川国吉が、工藤助恒は、 親族の伊藤助鹿に恨みを抱いていた。一族の先代当主、工藤助隆による、所領分割相続の措置に不満を抱いていた助鹿が、助常の所領を奪った上、助常に嫁いだ、助鹿の娘、万光五前とも離縁させたためであった。安元2年10月、助常は、老党の大御子等多と、八幡三郎に狩りに出た助鹿を待ち伏せさせた。 二人の刺客が放った矢は、一緒にいた、スケチカの着難、河津スケヤスに当たり、スケヤスは死ぬ。刺客二人は暗殺実行後すぐに伊藤方の追悼により殺されている。スケヤスの妻の三江御前とその子、一万願と箱大丸が残された。三江御前は、蘇我助信と再婚。一万願と箱大丸は、蘇我の里で成長した。兄弟は、 狩りの群れに亡き父を慕ったと伝えられる。その後、自称、樹栄の乱で、平家法についた伊藤氏は衰退し、スケチカは捕らえられ自害した。一方、スケツネは早くに、源の頼朝に従って御家人となり、頼朝の長身となった。スケチカの孫である、蘇我兄弟は、厳しい生活の中で成長し、兄の一万ガは、元服して、蘇我の家督を継ぎ、 ソ我十郎助成と名乗った。ただし、あず鏡では、助信には、戦災との間に、実施の広綱がおり、彼が家督を継いでいる。弟の箱大丸は、父の母代を弔うべく、箱根権現者に、仕事として預けられた。文治三年、源頼朝が、箱根権現に参拝した際、箱大丸は、 随産した敵の工藤スケツネを見つけ、復讐しようと付け狙うが、敵を撃つどころか逆にスケツネに悟されて、赤木柄の担当を授けられる。箱尾丸は、出家を嫌い、箱根を逃げ出し、縁者に当たる北条時政を頼り、烏星親となってもらって元服し、蘇我五郎時宗となった。次世は、蘇我兄弟の最大の後援者となる。苦難の中で、 蘇我兄弟は、父のあだうちを決して忘れなかった。兄弟は、あだうちの成就を願うために、箱根権現者に赴き、この願いが成就するなら、スケツネの首をください、成就しないなら、私たちが拝殿を出たらすぐに蹴り殺してくださいと、祈り受けした。この時、兄弟が読んだ和歌が伝えられている。千はやブルガ神の誓いのいはずは、 親の敵に会うセムばん、蘇我重郎介なり高し、下り陣にこう春帰やれば、明日は敵に会うセムス番、蘇我五郎馬孔を丸祈り受けを済ました二人は、かつて世話になった別当の元を訪れ、別当はなくなく、思い出して来てくれたのはとても嬉しいことだ。あなたたちに引き出物をあげましょうと言って二人をもてなし、五郎に、兵庫佐の立ち、重郎に、黒佐山木の小刀を与えた。 別当は、これらの刀は見知っている人も多かろう。くれぐれも、箱根の別当から与えられたとは言いなさるな。あだうちが成功した時に、あの別当が、兄弟に刀を与えたのだと騒がれては、大変じゃからの。京の町で買ったとでも言っておきなさいと二人に言った。二人が去る時間になると、別当は二人を、遠くの遠くまで見送りに来て、わしがいる限り、後世のことは、 心配なさるな。よくよく供養しましょうと言い、そこで和歌を読んだ。夢ならでまたも会うべき見ならねば見る面影に袖、口ぬべし、箱根の別棟研究4年5月、源頼朝は、富士の裾野で盛大な巻狩りを開催した。巻狩りには、工藤助常も参加していた。最後の夜の5月28日、蘇我兄弟は、助常の新女に押し入った。 兄弟は酒に酔って、遊女と寝ていたスケツネを起こして、打ち果たす。騒ぎを聞きつけて集まってきた武士たちが兄弟を、取り囲んだ。兄弟はここで十人切りの働きをするが、ついに兄助成が、新田忠ツネに打たれた。弟の時宗は、頼朝の御前を目指して、向かってきた武士たちをことごとく倒して、頼朝の館に押し入った。しかし、時胸は、 やかたの中でやっと、頼りに禁所していた、五世五郎丸によって取り押さえられ、頼りの危機は救われた。翌5月29日、時宗は、頼りの面前であだうちに至った真底を述べる。頼りは、除名を考えたが、助けの維持健坊丸に壊れて、残首を申し渡す。時宗は、商用と切られた。蘇我物語には、 五郎丸が助走して、時宗を油断させぶ指導に反したと書かれているが、あず鏡や、初期の、蘇我物語には助走のことは書かれていない。虎御前兄弟の亡骸とその葬送については、マナボンに詳細が記される。源の頼朝は藤野を出た際、伊豆国の住人である、小川三郎に、兄弟の首を、蘇我の里へ送り送をするよう命じた。そして実際に、 蘇我の里に届けられ、千草花園の山で仮装されている。また首以外の部分については、駿河国の宇佐美禅寺が、藤野にて葬々を取り行っている。葬々後に、宇佐美禅寺は、蘇我の里に赴いており、兄弟の骨は、蘇我の里へと届けられている。事件後に虎は、あだちの現場であり、助成なり最後の地である藤野の井出の館を弔問し、その後、 西イドの館に訪問するため出発している。信長後期末十五には、昔、頼朝か陸らの館建てられし、神井出の丸山ありとあり、織田信長一行が、駿河国上井出を通過した際に、源の頼朝が館を建てた上井出の丸山があったと記している。源の頼朝の兄弟に対する扱いの際は、多くで指摘される。 アズ鏡の場合、頼朝が兄弟に敵意を示す記述は少なく、捕獲されたゴロに対する有名の提案や、兄弟の死後母代を弔うよう命じるなど、寛大な処置が全面に出されている。一方、曽我物語の場合頼朝が兄弟に対して敵意を持つ描写が続き、あだち前の段階ですでに厳しい処置を命じている。しかしあだち後ゴロを尋問する中で、 よりともに、大きな心境の変化が生じ、一転して、哀れ男子の手本や、ぜほどの男子は松代にもありべきとも覚えずと五郎を、称賛している。梶原景時の忠告もあり厳しい処置に変更は、なかったものの、最後には、五郎の言葉を聞いてよりともは、歓類している。なお、あだうちの発端となる、工藤助綱による、河津助康殺害に、 よりとも自身が関与していたとする説もある。あだうち場面の記述は、両者共通点もあれば明らかな差異も多い。あずま鏡も、蘇我物語も、蘇我兄弟のあだうちの舞台を藤野としている点は、共通しているが、あずま鏡では、井手の館が出現しない。また、梶原景時、運の三幸氏、宇都宮浅津の,の名誉団や、いわゆる、不識蘇我の場面は、 ソ我物語独自のものである。また五郎に尋問する描写で東鏡は御家人の名を列挙するが、マナボンには見られず、現場にいた遊女に対する尋問も、東鏡独自である。十番切れは、工藤助ケを撃った際に兄弟が十人の人物と、切り合いをしたことが由来である言葉であり、東鏡と、ソ我物語書本とでは、 共通する人物とことにする人物が入り混じっている。蘇我物語で見た場合、マナボンは、カナボンと異なり十番切れの順番を数えないという特徴がある。歴史学者の三浦博之が、大正期に、北条時政黒幕説を唱え、それ以来学会に大きな影響を与えてきた。あ鏡や蘇我物語では、工藤スケツネを撃った後に時宗は、 源の頼朝をも襲っており、これが、時政の暗躍によるものとする解釈である。自制は事前に、駿河国に入国し、準備を行っており、頼朝が富士野に到着した際もあらかじめ、参上しており、この説に説得力をもたらした。またそれ以前より時政と兄弟は、縁があり、 兄が弟である馬校を連れ辞世の館を訪れ、辞世を烏星親として元服している。従来より面識のあった時世が兄弟を、頼朝襲撃へと誘導したとする見方が現在でも多い。また、歴史学者のホタテ道久は、伊藤助近は、工藤助常に襲撃される直前に、自分の外孫にあたる頼朝の長男、千鶴丸を殺害しており、 工藤助常による伊藤助近下不死襲撃そのものに息子を殺された頼朝による報復の要素があり、蘇我兄弟も工藤助常による伊藤不死襲撃の背後に頼朝がいたことを知っていたとしている。富士の巻狩りの後粛清が相次いでおり巻狩りが契機となった可能性が指摘されている。例えば巻狩りには源の頼朝の異母帝である。 源の乗り寄りが参加しておらず、後の流罪に関係するといった見方もされている。この事件の際に、日立国の者が頼朝を守らずに逃げ出した問題や、事件からほどなく、日立国の滝吉三木が反旗を翻したことなどが、同国の武士とつながりが深かった乗り寄りに対する、頼朝の疑心を深めたとする説もある。脳、長伏、蘇我芸能、脳や、 高和歌部局に同事件を題材としたガ我者と呼ばれる一群が認められる。高和歌部局とノートで同様の曲名もあるが内容は意にしており、例えばノー、小袖、ソ我の場合は小袖をめぐる演出は見られないといった違いがある。ノーのガ我者の内室町時代には成立していたとされる作品に虎草原福、蘇我長伏、 ソガ不識蘇我陽地蘇我禅治蘇我こそで蘇我が,があり、近世まで含めると20作品以上の存在が指摘される。脳の上演で早行とされるのはジンソン、人尊、事務方、書巡ぐる受けに、蘇我虎と,とある、欧三34年の虎僧であるとされる。また、これを虎僧ではなく、不識蘇我に否定する見解もある。ついで、 関門日記影響四年三月十四日上に、蘇我五郎元服とあるのを元服、蘇我も、はやれである。また、蘇我物語等によらない、独自の思考も認められる。例えば、あずまかが蘇我物語、高若部局の場合、五郎は、宝城時政が、えぼし親となり元服しているが、の元服、蘇我の場合は、箱根権限から、蘇我の里へ帰る道中にいて、 箱根権限別当により原服が行われる構成である。以下では各作品について解説する。原服曽我は作者府、吉本作者注文、自家伝小ともに宮蔵作としている。小袖曽我は金盆より、マナンとの近似性が指摘され、他の脳の曽我者もマナンと近い関係にあるとする、指摘がある。不識曽我は虎が、 あだうちの地である、井での里を訪問し兄弟のご礼に出会う構成である。不思議という言葉自体は、マナボン、カナボンのガリバの描写にて登場する。禅寺、蘇我は、自家伝承によると、禅阿弥作であるという。蘇我兄弟の母が、罰しの禅寺に手紙を送る描写があるが、蘇我物語には確認されず独自性が認められる。長区 蘇我は、作者府、吉本作者注文、自家伝小ともに宮造作としている。高和歌舞曲は特に金本との関係性が指摘される。一方、蘇我物語による記述だけではなく、舞局独自の思考も認められる。高和歌舞曲の内道事件に関わる曲名に、一万箱を原服、蘇我和田坂森こそで蘇我県三単与内蘇我十番切れがある。 現存する本文は、越前高和家系と、大都系に大別され、高和家部局の台本を読み物化した版本は、大都系に含まれる。版本はまず古活地版が成立し、江戸時代初期には挿絵を含む揃い物として、刊行された。以下では、各作品について解説する。和田坂森の上演の初見は、時継ぐ狂気、天文十五年三月九日上であり、 その後も繰り返し上演されている。日記には同日、夜内蘇我も上演されたことが記される。現存する書本の多さから人気曲であることを伺わせ、本作の影響から浄瑠璃、歌舞伎等で派生作品が発生した。和田坂森は、蘇我兄弟と和田義盛との杯き論、五郎と朝比奈義秀の草刷引き等が主題で、題材はかな。 本祖が物語に寄っている。五郎が兄、十郎の難境を救う構成である。この草釣り引きは特に人気の場面であったようで、古くは、長谷川久蔵が天文20年に清水寺に奉納したと伝わる、大山のほか近世には、菱川諸信、大森吉清、立花主国といった絵師の作品の題材となり、多くの作例が確認されている。 これらの作品は、蒸気の急増炎のダイエマの影響を受けたものだと、する指摘がある。小袖蘇我については、脳と異なり高赤部局の場合は、実際に、小袖が登場する。また上璃の小袖蘇我は、部局から派生している。県三端では、文字通り県に焦点が当てられ、兄弟は、富士の藍沢源へ至る家庭の箱根権源にて別当より、 それぞれ刀を授かる。別当は刀の伝来を述べる。この二振りは時の帝の命により薙刀が二分されたものであり、それぞれ枕上、寸なしと名付けられ、後に寸なしはともぎれと名を改められた。その後に振りは源の三つ中の手に渡りともぎれは髭切れと枕上は膝切れと名を改められ、源の頼光の手に渡った。 さらに、ひげ切れは、鬼切れと、膝切れは、雲切れと名を改められ、源氏の着流の伝来を経て、最終的に、源の義経により奉納されたとする。一方、金盆ではあだ打ちに用いた刀は、基礎義仲から送伝される、三方剣の一つ、微人と赤胴作りの太刀となっている。十番切れの上演の初見は、時継狂気。 天文14年6月4日上であり、十番切れの存在を示す資料の初見は、東照寺ネズミ物語である。近世になると古城瑠璃、城瑠璃、歌舞伎といった分野で蘇我者が生まれた。天馬3年には、近松門左衛門が城瑠璃、四次、蘇我を創作し人気を博した。これは、蘇我兄弟が没した後の世界が主な舞台であり、 四つにあたる重労の維持に焦点が当てられている。近松は他にも多くの蘇我物を創作した。しかしこれらが自由に制限なく上演できたわけではなく、例えば、歌舞伎、明けぼの蘇我用地が江戸中村座で上演されたが、江戸幕府により3日で上演が禁止されるなどしている。15世紀には、 富士の巻狩りないし、仇打ち場面の絵画化がなされていたとされ、一級総順、次回集に、絵時の題材として、蘇我兄弟が登場する。現存するものでは、月次風俗図屏風第七戦、富士巻狩りがこれであり、絵画カレーの全体を見た場合、右席を、富士の巻狩り、左席を、仇打ちとした一層形式の蘇我物語図屏風が、多く現存する。 このうち佐席は、高和歌部局、世内蘇が、十番切れを題材にしているという指摘があり、高和歌部局との深い関わりが指摘される。例えば佐席には、幕門尽くしが描かれこれは、高和歌部局、世内蘇がと共通しているが、蘇我物語には確認されないものである。また17世紀末以降は、右席の富士の巻狩りのみを主題として一層、 構成する例が多いという指摘がある。同事件が元となり成立したとされる季語に、虎が雨がある。蘇我の雨、虎が雨、虎が涙とも呼称され、陰暦5月28日頃に降る雨を指す。虎の悲しみの涙や、仇打ちが起こった5月の天候と結びつけられて、発生した言葉とされる。また、 虎自体に降雨を引き起こすイメージが存在し、虎と雨が結びついて、虎が雨という言葉が成立したとする見解もある。蘇我の雨については、あずまとマナボンで相当する部分が確認される。蘇我八幡宮同事件は時代に関わらず影響をもたらし続け、日本全国に蘇我兄弟に関する没書、誇らが点在している。 蘇我兄弟は信仰の対象となり、富士野の,の地周辺では、蘇我八幡宮が点在するほか、蘇我等々が確認されている。また、虎御前のものも全国に点在する。虎が、石が存在する背景に、説話集や陽極に見られる、虎大事端が関係するという指摘がある。一方、蘇我兄弟から見て、仇にあたる工藤スケツネの墓所。 祠類は少なく、富士野が位置する静岡県富士宮市に存在する例が指摘されるのみである。ありがとうございます。